はい、今日もロウ占いやっていきましょう。はい、ダイヤ1までね、一回グワッと一気に上がったんだけど、一気に昨日おととい負けてダイヤ5まで落ちちゃいました。はい、で一気にレジェンド行って、そこでこうお遊びデッキで楽しみたかったんだけど、ちょっとダイヤ帯で我慢してやろうかなという感じです。まあその理由はですね、カミューがね異常に多いんだよね。で、カミューにね、相性悪いというか、カミュー強すぎなんで、デボラカミューの、特に高校で始まるデボラカミューだと、いきなり痛め殴って、エマ出して、薬草2枚。ほとんど同じテンプレ、デボラカミューデッキなんだけど、あれにほんと勝てないんだよね。でそれに強いっていう、なんかステルストルネコっていうのが、開発されたみたいで、ステルスしてれば、まあ殴られないから、結構カミューの手札が腐る。で、一気に種とかつけて勝つっていう、幽霊とか使ってね、っていうのが流行ってるみたいなんですが。さっき嫌いに殴りか。フェチファイターだけ最初はいらんな。連携を引いてこよう。いまいちだ。とりあえずしごれしごれをこことここに置いて、相手がどう来るかを見よう。そのためにはイレブンで行かないといけないが、とりあえず最初は連携が出るかもしれないから、テンション。イレブンドローしてしごれだな。どれにしましょう。しごれ結構相手はめんどくさいけどね。で、デボラか？デボラではない。おー、アンルシア、アンルシア星にあってことは、こう横に置かない方がいいってことだよね。こう縦に置いてみるか、しごれを。なかなかいいスタンド。次しごれを置いて、その次しごれを後ろに置いて、みたいな感じだな。攻撃力がないと、そう、こういうやつがやっつけられないから。ちょっとまずいね。まずいね。しごれを出すと、しごれを出すと回復されてでかくなっちゃうというパターンだから、まず回してみて考えよう。回してみて、このしごれの攻撃力が、うわぁ。回ってるね。完全に。回してみてから考えよう。攻撃力が1でも上がらないと。力が1枚。よしよしよし。力が、これが1個あることで、相手が生き残るっていうことを防げる。だろう。みたいな。次、こいつにも、しごれ。で、あれだね。あー、しまった。それ忘れてた。一個、もう一個あげればよかった。もう一個あげればよかった。しまった。しまった。そうだ、4になるの忘れてたわ。4になるの忘れてた。前に何か置かれる。もう一個あげないといけなかったんだ。どうする？防御、はるか。これはミスった系だな。あー、最悪なミスをしてしまったな。私のターン、最低だな、これは。そうだ、それが頭忘れた。もう一回見逃し。これでも苦しいと思うな。いやー、もう一個種つけとけばこんなことはなかったのに。今度最悪なのはスナイププラスこれでこいつを殺されるっていうのが一番最悪なパターンですよ。これプラススナイプですか？あるんですか？あるんですか？あー、ある。最低だ。これはミスプレイだな、本当に。もうちょっと頑張ってみるか。これは厳しいぞ、ちょっと。アンフリーでしょうね。これはもう、これをちょっと。
これはどうですか？この3はどうですか？3にしたらどうですか？まだなんか出てくるかな？私のターンですね。いやー、だいぶ相手にうまく回るように回させちゃってるね。これよろしくない。次はまあ一応守りでやれるが、これどこ、またどこに置くか難しいな。あいつが出てくるから。うわー、最低だこれ。最低だ。とりあえずマムーで後ろをやっつけて、うわぁ、やらせてもらえない。この呪文はどうでしょう。いやー、最初の種付けを失敗しただけでここまでやられるんか。いや、次あれが出る可能性を考えるとこっちに置いた方がいいな。こいつの方がやばい。いやー、後手を踏んでしまったね。後手を踏んでしまいましたわ。くそー、悔しい。さあ、覚悟してください。勝つのせいで。で、まあそいつが出たところでって感じだよな、これ。まあだから何ですか的な感じだな。これでセリニアが出てくると、まあこれ倒して、とりあえずテンション上げる。シャール殿、こっちの方が嫌かな。また魔女が化けとるのか。お主も欲しがりじゃの。ルカナン一戦すごいな。一戦はすごい美味しいな。一戦でこれをやっつけてサントスのやつ出してこいつやっつけて、これなかなか面白いな。まあこっちから使った。出番じゃぞ。おっと、のんびりしていられませんぞ。そんな、ひどい。回しますか、回しますか。回してブラスターロー対策をしておくか。取っておきのお宝を1個だけあげて、ほりゃ。まあそんなとこだろうな。どれにしましょう。マンチョからのバギマ。まあバギマが来るだろうとは想定してた。あー、殴れるのか。くっそー。シャール好きだな。レッドプレデターだけでなんとかならんかな。そんなもの持ってるんかい。シャールまずいな、シャールまずいな。ウルノーガにしようか。いやあ、回したい。このテンペラーソードってことは、あれいるからな、あれいるからな。こっちにしよっか。レッドプレデターでちょっと様子を見て。シャールが怖いけど。いや、ウルノーガを使うことを考えてこっちに置いて。ミドルラッシュはやめてくださいと。これあげとこう。何も使わんけど、あげとこう。いや、次あげればいいか。いや、あげたら出せるから。いや、待てよ。あげない方がいい。私のターンですね。止めて。これでも食らいなさい。止めてもお前攻撃できんだろ。ああ、セラフィーで一応攻撃できるが。勇者姫様が一緒。ああ、プラス、ね、セイニアってこと。おいで。
どうするかな、これ。あー、それがあったか。で、どうやってやっつける？天ぷらソードを打つか。なるほど。お前も苦しいだろうがって感じか。次セーニャか。両方やっつけられないと終わると。片方しかやっつけられないな。あ、でも止め、止めてもな。止めてもしょうがないんだよな。どうせ。あ、待てよ。これとこれ使えば。よし、そうだ。一応今やっつけられる。生き残る方を選ぶか。マギマ2回打っただろう。やっつけて、やっつけて、他のやつを生き残らせることを考えるか。あとはルイダさんが何とかしてくれるわ。スナイプ残ってんだよな。冒険者さん。ニゼルコ、いまいちだな。ウーノーガじゃないや。あれが出てくると、グレイナルが出てくるときつい。あー、またそういうめんどくさいやつが出てくるな。セーニャをやろうとしてるのは目に見えてるね。セーニャをなんとか防ぐために何かいい方法はないものか。癒しの波動。回してテンペラーソード。フォズできた。なるほど。フォズ封印するか。相手強いのになっても困るんだよな。あー、困る。これフォズ封印すると逆にまずいパターンだね。さて、お化けパラソルに届かない。届かない。ウーノーガンも届かない。ポーズやらない方がいいパターンだもんね。これも届かない。やっつけられない。ダメだな、これ。ゼルコ。ウルノーガでもやっつけられない。ああ、でも、次、セーニャ、セーニャ回復できないもんな。ニゼルコ出してもゴミだもんな、これ。これを使って、ウカナン使って、元気になってください。それ。おっと、のんびりしていられませんぞ。アンフリーにしてみるか。砂も出さないっていうのもどうしようもないから。さあ、優勝を勝ち取りに行くぞ、相棒。これを飲むと調子がいいんだ。おっと、気頑張ってみたが、ちょっと無理か。エンペラーソード1234、ロミアいらねえよ。56点。あと4点出たら、速攻かなんか出ると、ちょっと終わるかなという感じだが。ごめんなさい。で、私の力だけだと、これが限界みたいね。まだあったか ?3 点ダメージ2個使ったでしょう。スナイプか。あー、なるほど。でもそれでも3点しか入んない。あー、セーニャ。ハーフリー様、戦うのはいいですが、ズルはなしですよ。誰も死なせない。
めんなさい。ん？これマンダワンチャンあるぞこれ。何になるかによる。転職をご希望ですか？ああ最低だ。最低だ。最低だなちょっと。でもまあまあまあこういう連携が生きる。並んでいると、でもバギマは2発撃ったよな。バギマは2発撃った。グレーナルが出ないことをもう祈るしかない。お役に立てず、申し訳ありません。でも回して、回して、頑張るしかない。武器した。さあ、相手の手札、あとグレイナルか、ニードルラッシュか。3点、その3点ダメージじゃちょっとどうにもならないでしょ。ここが、ブラストアローの可能性を考えて、ここを守り。で、僕はここに。さあ、どうだ？大逆転あるか？残りこっちは5しかないが。ブラストアロー。なんか出ると、弓とか出ると終わりか。あー、最低だ。極楽鳥最低だ。私がみんなを守る。あ、ところがどっこい、僕封印できるから、極楽鳥の3点ダメージがなくなる。お前は僕を殴るしかない。ロミアさんにかけるか。ロミアにかけるか、リゼルコにかけるっていう手もあるな。あともう一回、テンション回して。あ、なるほど、テンプラソープで、一気に殴ってしまう。さあ、覚悟してください。うん、そこを殴る。でもお前も苦しい。あと77の7、奇跡の木の実が出れば、こいつを一回止められれば、なんとかなる。ブラストアロー！なんか来ると思ったぜ。HP 上げといてよかった。病気をお見せしましょう。次4点、貫通4点したら向こうの勝ちか。やらせないために。貫通したところで？したところで？本体には届かないよね。勝ったと思ってるだろ。これ金縛りがここで役に立つんだよ。少し動かないでください。で？これはロミアかな？ロミア様、いいの引いてくるの期待するよ、お前。まあ、相変わらず素敵なサラサラヘアね。陸に上がった人魚は、海に戻ると泡となり消える。これ行こう、これ。よし。こっちだよ、選択。選択。選択、あれ？選択。いやいやいや、選択したいんだよ。危ない。あー、あっちもよかった。マムーンもよかったが。これで、ここ。覚醒の巻物。あ、1点届かんのか、これ。1点当たんないのか。じゃあこっちに。さあ、殴れない。殴れない。ニードルラッシュ以外はないでしょう。さあ、どうだ？大逆転。来たか？あー、クソだ！クソだ！そんなことあるの？ちょっと、4人いるのに。ぶっ殺す、お前！ねえだろ、それ。ねえよ。嘘だろー！そこに当たるかよ。ニードルラッシュ以外ないっつっただろ、お前。私の乾杯ですね。くっそゲーだな。余裕勝ちかと思って。くっそー、あっち。違う方を貫通にしときゃよかったんだ。しまったなー。つい本人を貫通にしたかったのに。ねえよ、4分の1。くっそゲーだなー。くっそ。まあ面白かったからよかったでしょ。ロー。ローでなんか出たっけみたいな。
オズはね、入れない方がいいと思う。セイニャとちょっと相性が良くないと思う。まあでも、アンルシア型だったら入れないといけない。デボラ型だったら入れない方がいいね。と思いますよ。